部屋一室に広がる素敵なアート作品の数々。ここは徳島市の銀座に7月オープンしたアートギャラリーグレイス。経営者の若い人に発表の場を広げたいという思いから作られた貸しギャラリーです。ギャラリーは白を基調に明るい雰囲気で、空間も広くゆったりと作品を楽しむことができます。また大型の絵画でも展示に対応しており、他にもガラスケースには小さな作品を並べることができます。こちらでは今月27日まで版画家である平木充さんの企画展が開催されており、徳島をテーマにした木版画など様々な作品が展示されています。今回の作品は、過去に制作した、作品の中から、自分で気に入っている作品を選んで展示しております。空という作品ですね。その作品は毎日 その空模様っていうんですか、雨が降ったり雷があったり、また雪が降ってたりとか、すごく気持ちいい晴れの天気だとか、さまざまな空模様を画面の中に描き込んだ作品ですね。ぜひご覧いただければというふうに思います。こちらのギャラリーでは9月以降も毎月油彩画や彫刻などさまざまな作品展が行われる予定となっています。あなたの作品もギャラリーグレイスに展示してみませんか？